在庫状況の確認ならお任せください。あ、はいはい。あ、社長、どうもどうも。そろそろ発注の時期かなと思いまして、部品の方足りてますでしょうか？あ、部品ね、まあまだ在庫あるからさ。うん、それじゃ。いやいや、社長社長、まだあると言ってもいつかはなくなるもんでございますよ。発注しといてもよろしいかと。いつかはなくなるっつっても、またその時改めて発注するからね。うん、それじゃ。社長社長社長、早め早めの発注の方がよろしいと思いますよ。あ、じゃあお願いしようかな。ありがとうございます。おいくつご用意いたしましょうか？とりあえず1個。え、1個部品を1個。じゃあよろしくね。社長社長、もしもし。ええじゃないかですか。取引先の在庫状況を聞かなくても知る方法ないですか？ここからはこちらに関する話題です。なんだそれ？こちらは荷物を送る時に貼れるようなシールになってるんです。はい、荷物がどこにあっていつ箱が開けられたかを知ることができるというシーゲルをご紹介いたします。シーゲル、京セラコミュニケーションシステム株式会社の池上さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。池上さん、このシーゲルはどのように使うものなんでしょうか？はい、シーゲルはこの中に通信機能、電池、開封を検知する回路を搭載している超薄型で超軽量のシール型デバイスです。これに出荷時の製品箱に貼り付けることで、製品箱が今どこにあるのか、いつどこで開封されたのかというデータを取得することができるサービス。なんで開封のデータがわかるの？確かに、シーゲルには2つの回路と切り取り線が入っています。切り取り線を切り取った時に、シグフォックスという日本全国で使える電波を通じて出荷開封をお知らせします。で、荷物に貼る前に発送側がこの部分を切り取って箱の中にシールを貼ります、うんうん、この時にここの回路が断線してシーゲルが起動して出荷をお知らせします。なるほどね。定期的にシーゲルより電波を発信します、うん、そして日本全国荷物がどこにあるのかをチェックします、うんうん、送り先に届いた後、荷物が開封した時に一緒にこちらの左の部分ですね、はいはい、が破れるようにしておくと、開けた時にも開封の電波が飛んでお知らせします。なるほど、それで分かるようになるってことね。ということで、いつ荷物を送ったか、そして今どこにあるのか、さらにいつ開封されたのか、こういったデータが自動的に取得できます。そうか。特にこちら製造業の皆さんにお使いいただきたいと考えています。お送りした製品が相手先でどれぐらい使われているか、在庫があるのかが箱の開封から予測ができます。なるほど。それが分かると、いつ頃また発注が来そうだなとか、逆にそろそろ営業して注文してもらおうといったことがタイミングよくできます。本当そうだよな。またこの貴重な情報を得るために、相手先に手間を取らせず、ただこのシールを貼っておくだけで OK という手軽さなんです。ダイレクトメールの開封検知や薬品や医療関連の製品を送る際にも有効だそうです。医療とかもね、確かにそうだね。というわけで、平子さんが工場の出荷担当者だとします。なるほど。平子さん、そちらに荷物が、ね、はい、ありますので、右側のバーコードが貼ってあるところをちぎっていただけますか？はい、ちぎる、うん、はい、いや、腕力いらないの、入ってるから。簡単にできますよ。簡単にいけんだって。簡単にできます。皆さん、できます。裏のシールを剥がしてください。はい、はい、そしたら、左側の切り取り線、形を書いてあるところに合わせて貼っていただけますでしょうか？はい、以上です。え、荷物の出荷が確認できました、うん、全国どこに送っても、どこへ何個送ったかすぐに分かります。この地図が、実は今日滋賀県の八日市市の工場から当社の三田オフィスを経由してこちらのスタジオにお持ちしたのが今実際佐伯さんの手元にあるんです。これ左側の切り取り線のところを外していただく感じ。ここ、はい、そこから、はい、行きます。はい、お願いします。おお、ちぎれた、はい、ね、はい、これで情報が送られる、はい、今開封の電波が飛んで、今数がゼロに使われましたということで、数がゼロに、通信料っていうのはどのくらいなんですか？1回の通信は約 0.6 円です。安い、どのくらいこの電池を持つんですか？電池の寿命は5年です。
5年。取引先に在庫がどれぐらいあるのか、またどれぐらいのペースで発注があるのか、何月頃の発注が多いか、そういったことがわざわざリサーチしなくても掴むことができるシーゲルでございました。すごい。機能について詳しくはシーゲルのホームページをご覧ください。シーゲル以上となります。在庫状態がその製品を作る側が分かるっていうのはすごく画期的なところで、あともう一つ、これ盗難起きた時にどこで開封されたとかっていうのが履歴が残るので、安全管理の面でも重要なのかなと思いますですね、うん、さあ柴田部長、こちらいかがでしょうか。はい、シーゲル承認です。承認いただきます。